カタリナアリゼやらせていただいております沢城みゆきです。まだ、2周年なんですね。なんかもっと長くやってるような印象がありましたが、アニメ化ということで、本当にありがたく思ってます。皆さんの応援なしでは、ここまではとてもたどり着けなかったと思っております。ありがとうございます。ただやっぱりゲームを楽しんでいただいてた方が、果たしてこうどれぐらいその、アニメが楽しみに待っていてもらえるものなのか、そこは少し心配に思いながら、絶対みんなで力を合わせたらもっともっと何かワクワクするような楽しいような、そんな船旅ができるに違いないと、思っております。まだ収録前なんですが、とても楽しみにしているところです。そうですね、おそらくキャストのほとんどが、同じことを言っている可能性があるんですが、やはりゲーム収録って本当に一人で孤独にやるものなので、これがアニメのアフレコとなりますと全員揃って、一緒に、敵と戦える、仲間を守れるという、シチュエーションになります。それが、まあ、本当に、楽しみなところです。特にカタリネに関してはルリア大好き、ビー君大好きっていう、ちょっとこう普段の気自然とした状態とは違う面が彼女にはありますので、本当に隣でなおちゃんの声を聞いて、ふぐみやさんの声を聞いて、わっと思いながらキュンとしながら、セリフ喋れるのをとっても楽しみにしております。2017年1月より、いよいよ放送開始となります。しばし楽しみにお待ちいただけたらと思っております。アニメっていうのは本当にたくさんの人が関わって、たくさんの人が力を合わせて、一つのものを作り上げていくという作業になります。その中には、本当に皆様のご声援なしには、走りきれないものかなとも思っておりますので、ぜひ来年の、年明けからは、クルーの一人として参加するような気持ちで、アニメ化応援していただけたらそれ以上のことはないなと思っております。お楽しみに。カタリナ役沢城みゆきでした。